悲報日本サッカー協会の田島会長、森保監督の続投明言、イランに敗れ、早々と準々決勝で敗退した日本代表だが、日本サッカー協会の田島幸三会長は試合後会場で、この結果が森保はじめ監督の身体問題に発展するのか、と問われ、それについては、全く考えていません、と続投を明言した。この発言に対しネット上では、なんで結果出してない監督の解任を考えすらしないのか、お前今すぐやめろ、無様にも程がある、なれ合いジャパン、選手がかわいそう、寝言は寝ていいよ、との声が多く上がった。